ビニール製の定期入れ定期入れは、鉄道、バス、船舶などに乗車する際に携行する定期乗車券を収納するための入れ物である。パスケースやカードケースとも呼ばれる。定期券は、改札口を通過する際や、乗降時など、係員に提示するため、もしくは自動改札機を通過するために、出し入れしなければならないことがあるが、紙製の定期券は何度もの出し入れによって懸命が、 摩耗し、読み取りづらくなったり損傷したりすることがある。定期入れは、定期券を収納した状態で、係員が、券面表記を確認できるため、定期券の出し入れによる摩耗や損傷を防げる。材質は、布、アルミニウム、鉄、ステンレス、革、合皮、ビニールエナメルそれぞれの材質の複合利用など多岐にわたる。また、色も、黒や茶、白、 オレンジなど様々な色が用いられる。収納したままで、係員が読み取れるよう、透明な面があるのが、一般的。定期券のみ収納できるほか、名刺入れや財布と兼用になっているものも多い。磁気式定期券の場合、定期券を定期入れに入れたままでは、自動改札機を通れず、その都度定期券を取り出して、改札機へ投入する必要があるため、 気式自動改札機が普及するにつれて定期券を出し入れしやすい構造になっているものも登場した。IC 乗車カードによる定期券の場合、定期券を定期入れに入れたまま読み取り部にタッチすることで改札機を通れるが、複数の IC カード定期券を一つの定期入れに入れていると通信に相互干渉が発生することがあるため、 相互干渉を防ぐ目的で電波を遮蔽する構造のものも登場した。ありがとうございます。